こんにちは。アマゾンサポーター堀秀ヒルです。私がオーストラリアに住んで最初に思ったのは、オーストラリアアマゾンで日本の商品を売れば簡単に稼げる。オーストラリアの物価は日本の3倍なので、売るべき商品を見つけるのは簡単。日本と違ってアマゾンのライバルになるヤフーも楽天もないので、アマゾンを使えばたくさん売れるということです。 最近通感しているのは、物を売って稼ごうと思うならば、物価の安い国で仕入れて、物価の高い国で販売すると商品探しが楽です。だから、物価の安い日本に住んでいるなら、物価の高いオーストラリアのアマゾンで物を売らないのはもったいないということです。円安が進んで商品探しがさらに簡単になっています。物販ビジネスで稼ぐ方程式は、安く買って高く売る。 というシンプルなものです。あなたが日本に住んでいるなら輸出で稼ぐのは簡単です。たくさんのヤフーオカやメルカリ、楽天で販売している人を見ていてもったいないなと思いました。物価の安い日本でたくさんのライバルを出し抜いて稼ぐ商品を見つけるのは骨折りゾーンのくたびれ儲けです。販売場所を日本からオーストラリアに変えるだけで簡単に儲かってしまいます。さらに、 新型コロナウイルス騒動でオーストラリアアマゾンの売上が激増中です。オーストラリアアマゾン、月売上285万円、3万ドルを超えている会員さんもいます。オーストラリアアマゾン輸出を簡単、丁寧にサポートします。輸出初心者が稼げるようになるには、いくつかの問題が発生します。個別サポートは初心者に起こる問題点を全て解決できるサポートです。 30日間の売り上げ3万417ドル、あるいは1万706ドル、または1940ドルと、先に始めた会員さんは、どんどん順調に稼いでいます。日本人は、英語に苦手意識を持っている人が多いです。だからこそ、輸出ビジネスにチャンスがあります。競争の激しい国内セドリや国内転売で、稼げる消費を見つけられるのは、ほんの一握りの人です。 一方、輸出ビジネスは、私のサポートを受けて参加するだけで稼げるようになります。ライバルの少ない今のうちなら、オーストラリアマゾ輸出に特別なスキルは不要です。ここをクリックして、オーストラリアマゾン出サポート、無料スカイプ相談にお申し込みください。なお、今、YouTube 動画でこの動画を見ている方は、動画のこの部分はクリックできませんので、動画の説明欄にある URL をクリックして、まずは無料スカイプ相談をお申し込みください。 日本に住んでるなら、オーストラリアマゾン室で稼がないと大損です。